本日は大統領との間で対局的な観点から日米同盟の今日的な意義や今後長期にわたる日米関係のあり方について確認することができました4月30日ワシントンを訪れた野田総理はオバマ大統領とホワイトハウスで会談しましたその中で6年ぶりとなる日米の共同声明 未来にに向けた共通のビジョンに合意両国の安全保障面での協力を強化するだけでなく、アメリカから日本への LNG、いわゆる液化天然ガスの輸出拡大といったエネルギー面での協力や、国際社会が共有する海洋、宇宙、サイバー空間についてのルール作りの推進など、さまざまな分野で協力を深めていくことを確認しました。 日米の同盟というのは揺るぎのないものでなければいけない、揺るぎないものであるということを確信をした次第であります首脳会談の前日に開かれた感謝の集い。東日本大震災において 日本をを支援ししてくれれたた方々などが招かれ総理と懇談を行いました皆様に、まずは何よりもお伝えをしたいことは、アメリカから寄せられたご支援に対するすべての日本人が抱くありがとうの思い、こうした感謝の言葉を申し述べるにあたりまして、大震災の犠牲者の中には、日本滞在中の 米国人も含まれていただくことも忘れてはなりません。テイラー・アンダーソンさんもその一人です。石巻の小学校で英語の指導助手をしていたテイラーさんは、津波に飲まれ帰らぬ人となりました。この日の集いには、テイラーさんのご両親と妹さんの姿も。そんなテイラーさんご一家をはじめ、この日集まった人たちに贈られた 一冊の冊子、ありがとう友達。アメリカ軍が行った友達作戦への感謝とともに、被災地の皆さんから官邸ホームページに寄せられた復興へ向かう人々の姿を届けました。震災後、初めてのお花見でこぼれる久々の笑顔。堤防に植えられる新しい桜の木。 そして、総理が訪れたここワシントンにも桜があります。今からちょうど100年前、日本からアメリカへと送られた有効の桜。桜をめでる春を日米が太平洋を挟んで共有するようになってから100年の節目です。東日本大震災を通じて日米の確かな絆を 再確認をした今こそ、これから100年先に花を咲かせる日米の友好の種をまく絶好のチャンスだと思います。いい